ハローグリス。グリス。前回ですね、拠点を強化しまして、まあ、だいぶもうキツキツになってきて洞窟が。でも防御の面はだいぶ強くなったんですけども、その際にめちゃくちゃガチャ回して、ワークベンチレベル1のガチャ10回回したんだよね。でも、武器系なんも出んくて、ゴミしか出なかった。で、その武器系が欲しいと、いうことで、マップで自販機出るやん、場所。あれで、見てたら、リボルバーが、金属の鉱石、500? で、リボルバー1買える場所があったんだよね。そうそう、なので、金属の鉱石ぐらいだったら、今から取って500ぐらいだったね。1個叩いたら600取れるで、まあ、500取って、まあ、買いに行こうかなと。ということで、今からちょっとショッピングしに行きましょう。行きますか。気をつけていきたいな。なんかもしかしたら近くでやってるかも。あ、待って、鉱石これ叩いていこうか。で、弁当食べろ。オッケー。腹ごしらえ。じゃあこれ叩いていこう。改めて言うけど、画質やべえな。なんで画質やべえな。うん、景色やばい。やばい。てか雪のとこ行ってないやん、ゴーヤ。うん、雪のとこマジやばいで。マジでめっちゃ綺麗。え、なんか、なんか、やばいな。なんか、鮮やかや、めっちゃ、世界が。なんか、ショップ、あれだよね。書いてあるからいいよね。なんか、何がやってる、何がやってる。一応、これも取っていこうかな。うん。金属の鉱石500やったっけ。うん、500で、3本分取る。じゃあ、なんか、だいぶお得じゃね。叩いてった。お、あるあるある、あるある。うん、まあでももうこれ叩いたらもう売り切れになる。まあでも正直俺らも欲しいんだよね、金属の鉱石。うん、小窓回しとるとすぐなくなるでさ。あー、わかんない。で、あと結構金属片強化しとるもんで、拠点維持に金属片いるんだよね。あ、待って、人いる。あの拠点の下。ほんとや、え、いるいるいる。やべやべやべ。なんか武装しなかった、あれ。うん、なんかやばそうやった。ちょっと逃げようぜ。俺らマジでショットガンとかほんとゴミやからな、今。こっちから思われしとこう。弓一発しかない。手を渡せ。やばい。俺どこ行った。待て、弓渡す。うん、なんかラグいな。うん、ラグい。ここラグい。ラグいスポットや。え、これさ、抜かれてんのか、これ。抜かれてるっぽいな。何この昔のなんか日本の家みたい。ログハウスみたい。え、でもこれ抜かれてなくね。嘘やん、抜かれとる。え、ほんとや。ほんとや。え、なんどうなってんのこれ。まあでも上に炭素あるからな。うん。うん。多分そのうち風化で、なんか開いちゃうと思うけど。あ、もうない気、ないんちゃうかな。うん、なさそう。お、雪や。ここはまだ、あ、待って待って、人、前人じゃね?いる。え、でも、あれ、裸じゃね?嘘。裸?ちゃう。やれる?お、ナイス。今、お金にあっちも買った。え?廃材のアイスピック持ってる。嘘。ナイス?今俺めっちゃナイスやった。やばかった。めっちゃエイム神がかっとってん。神がかっとったな。え、ていうかでもさ、俺さ、服着とるように見えたやつ、俺なんかあれに見えたんやけど。ね、あのヘルメット、コーヒー缶のヘルメットとかに見えた。うん、あいつめっちゃ強そうやったよな。けど、持っとったの狼やった。嘘。え、あいつってこと?さっきね、さっきね。いや、違うと思う。まだ別のやつ。なんで岡山 T シャツ緑色なの?え、変えた。さっきのやつがあれ着とったで。それ、俺ね。これ、欲しいの。俺の先輩ってことや。え?欲しいの。夢言ってきた?うせやん。しようか。いや、わからん。気をつけて。気をつけて。集中した方がいい。
でも前さっきの、え、走行板ついてる。そう。うん。早ない？この段階で？うん。早すぎやろ。ここ抜かれてない？あの、聞いとる音が弓の音に聞こえる。ダサい。うん。まあでも俺らもなんか外観から逃げてるから、ね、洞窟でさ外観がないからこの人の拠点ばかりできる。おお、何何何？おおかおおか。お前マジ調子なんだ。え、こんな体力かな。こいつ硬硬いよね。うん、叩く。うん、戻っていこうか。え、また右に狼おるぞ。え、やべえ、狼おる。え、ちょっと待って、この辺さ、なんでこんな狼おんの。やばいってマジ。右見て、また狼おる。右こっから見た感じ。なんか狼の胸なの。ここ狼のすげえ多分縄張りかもしれない。マジ、これ迷い込んでるやん。あれ、うん、血の匂いで来るかもしれない。うん、焼肉パーティーできる。確かにまずそうな狼。この道まっすぐ行ったとこ多分あれじゃないかな。うーん、あの変な家あれじゃね。あれやあれや、なんか滑り台みたいなさ。え、何この家。このサーバーのやつさ、家のセンスなくね。うん、何なんこの滑り台。え、何これ、こんな建物の初めて見たぞ。どうやって建てたのこれ。え、埋まってるやん、なんか。お、滑る滑る滑る。待て、これなんかトラップないよな、大丈夫かな。ちょっと買いに、買いに行くわ。買える、大丈夫か。あ、売って、買える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 。そうそう。あ、リボルバー買った。弾も売ってる？いや、弾は売ってない。もう全部買えるだけ買うわ。おう。多分3個あるはずやで。あ、なくなった。狼ヘッドも売ってる。あ、取れない。あ、リボルバー売ってるで。これ、いくつある？これね、525ある。あ、買えるで。しかもスキン付き。そう。一味違う。一味違うやつ。かっけえ。弾ないけどな。弾ない、デクの棒や。よし、帰るか。帰るか。でこれで無事ゲットした。うん。で、あとさっき敵倒したやつさ、廃材のアイスピック戻したでリサーチするわ。うん、やばいな、収穫やばない。うん、なんか単純作業に見えてだいぶ成長のあれ、うん、成長するぞこれ。え、左上見て、風化拠点。ほんとよ、なんかもうやべえ、目白押しや。いやでもまあ抜かれてるやろな、さすがに。そんな調子いいことないやろ。ちょっと入ってるぞ。でもそう、でもコードロックや、コードロック。え、これさ、うん、壊しに来る。いいかもな。ちょっと次の回の時壊しに来るか。あーでも今木炭欲しいんだよね。木炭あった。うん、ちょよし帰ろう。わあでも怖いな、帰る途中。うん、行きたい道から帰ったらさ、あの狼のやつが待ち受けてそうじゃない、倒して。ああ、ちょっと怖いな。なんか別のルートで行った方がいいかもしれない。そうそう、いやで別のルートで帰ろう。ワンチャン俺らも狼だから仲間や。仲間と勘違いしてる。うん、あり得る。しかも行きに狼の村通ってきたし。狼の匂いが。狼の村。絶対汚い。よし。よし。よし、無事に帰ってきたな。で、うん、リボルバーをリサーチしましょう。まずは。よし、これでやっとショットガン以外の武器が手に入った。やっとの。なんかやったやろ、ほんとに。うん、で廃材のアイスピックももうこれリサーチしちゃいます。廃材系1個もなかったんだよね。これで資材集めもだいぶ楽になる。廃材めっちゃでかない、めっちゃでかい、めちゃくちゃでかい。
生活のレベルが上がるな。よし、まあ今回はガチャ引けやんけど、まあでもだいぶガチャ引くよりもいいものが2つとも手に入ってしまったので、まあ、これでだいぶまた強くなっていくんじゃないでしょうか。ということで次回は何しようかな。なんかね、風化拠点回ってもいいかもなって思うんだよね。あー確かにな。なんかさっきさ あったやん。だからこのサーバーをちょっとぐるっと見て、で抜けそうな拠点とかあったらまた次の拠点抜きにつなげていくみたいな。まあ次回まあちょっと何やるか見てですけど、まあそんな感じで。ちょっと待って、最後にさ、この影見てくれん。影、俺の影見て。なんかめっちゃ生き生きしてない？揺れてる揺れてる揺れてるな。俺は全然動いてないのに、なんかダンサーみたいな。じゃあ息クラブで、まあ、もうそれだけや。ということで、また次回またでお会いしましょう。じゃあ、なんでやねん。なんでやねん。え？何？うわ。